こんにちは。アマゾン S サポーター堀秀夫です。今日はめんどくさいことをやるという話なんですけど、オーストラアマゾンで広告も使わず、単純転売だけで年間1億円弱売り上げている会員さんがいます。しかし、売り上げを上げるためには面倒なことをした方が有効です。面倒なこととは、広告、カタログ作成、英訳しないと納品できない商品を扱うなどです。 面倒なこととは、具体的には何をするのか知りたいというリクエストがあれば解説記事を作ります。お気軽にリクエストしてください。ね、広告、具体的にどれぐらい手間かかってね、どんな効果が認め、認め、えー、見込めるのか、あるいはカタログ作成、英訳しないと納品できない商品を扱うというのをね、まあ、興味があれば、まあ、相談してね、まずやってみるのがいいんですけど、まあその前にちょっとね、何やるのか聞きたいという方もいらっしゃると思いますので、 まあ今までね、まあ、できるだけ簡単にできることでというのでやってるんですけど、まあ、簡単にできることってのは逆に誰でも簡単にできるんでね、早いもん勝ちとかスピードの問題になってくるんですけど、面倒なことはね、やっぱりやりたがること少ないんで、乗り越えれば割と売り上げ、稼ぎ、安定しますんでね、えー、副業でやっててね、あまり時間が取れないという場合は、逆にお勧めだったりします。 どんな人におすすめでね、何をどれぐらいあってどんな効果があるか、まあ、一個一個ね、解説していってもいいんですけど、需要がなかったらそもそも解説してもしょうがないんでね、これが聞きたいと、あるいはこれが詳しく知りたいというのがあれば、お気軽にリクエストしてください。お待ちしてます。